は次の試練を中庭で行う。オリシに続く。新しいシャウトを学べるか見てみよう。オッリ氏が旋風を意味するウルドを教えてくれ。スームとして放出する前に己の中の言葉を聞かねばならない。オッリ氏に話しかければウルドの知識を授けてくれ。私が旋風の疾走を見せてくれ。その後はお前の番だ。ウォリシュ X。 ウォルト S。 今度はお前の番だ。私の隣に立て。これからウォリシュが扉を開け、扉が閉じるまでに旋風の疾走を使って走り抜ける。新しいスームを習得するお前の速度は驚くべきものがあるんだ。ドラゴンボーンの能力については耳にしていたが、ここまでとは。最後の試練の準備ができたようだ。ウステングラブの古き霊廟にある我らの始祖の墓からユルゲン・ウィンドコーラーの角笛を取ってこい。声の道を正しく進め。さすれば戻れよ。そうだろうな。この時にドラゴンボーンが現れたのは単なる偶然ではない。ドラゴンたちの帰還とお前の運命が結びついているのは間違いないだろう。己の声を鍛えることに集中せよ。そうすれば道は次第に明らかとなるだろう。よろしい。ならばこの先に待つ者にも耐えられるだろう。ドラゴンは声について学び、それを放出する内なる力を持っている。そして打たれた同族の力を吸収できる。ジオミオの者にも似た力を持つ者が生まれる。それが恩恵なのか呪いなのかは数世紀にわたる議論の的であった。我々で最高のものが数年をかけて習得したものを、お前はほんの数日間で覚えてしまった。そしてドラゴンボーンは危機の時代に神々より使わされたのだと信じる者もいる。このことはお前が聞くべき時に話すとしよう。ドラゴンはどの時代にも叫ぶことができた。その言葉は彼らの存在の本質そのものの一部なの。竜の言葉では議論と戦いが分かれてはいない。叫ぶことはドラゴンたちにとって息をし話すことと同じく自然なものなのだ。神話の時代にジオミオの者が危機に陥った時、女神キナレスは私たちにドラゴンと同じ話す能力を授けてくれた。ほとんどの者にとって
最も簡単なシャウトを覚えるにも長い年月をかけねばならない。だが竜の言葉がその血の中に流れるお前ならば努力をせずとも覚えられるだろう。五人だ。我らの長パーサーナックスが世界の喉の頂上に一人住んでいる。お前の声が道を開くようになれば彼と話す準備ができたと悟るだろう。前にも言ったように、お前の声が彼への道を開くべき時はいずれ分かる。我らは始祖ウィルゲン・ウィンドコーラーの教えに基づき声の道を学んでいる。ここハイフロス川で学ぶことが許されるものは少ない。しかしドラゴンボーンであるお前の声を連達へと導くことは我らにとって名誉である。道の訓練を受けたものでなければ彼らの声は耐えられない。ささやくだけでも相手を殺してしまえる。彼は古代ノルド人の偉大な戦の王者であり、声と舌の達人であった。ノルドの軍勢が滅ぼされたレッドマウンテンでの惨事の後、彼はこの惨憺たる敗北の意味について何年も思案に費やした。そしてようやくノルド人の傲慢かつ冒涜的な誤った声の使い方に神々が罰を下したのだと気づいた。彼が初めて声が人の栄誉のために使われるのではなく神々の栄光と采配にのみ使われるべきものなのだと悟った。ウィルゲン・ウィンドコーラーの声の体得はやがて全ての反対を乗り越え、そして声の道が生まれたのだ。声とは時の始まりに授かった女神キナレスの贈り物だった。常妙の者にドラゴンと同じく話す能力が与えられたのだ。誤って使われることの多い賜物だが、声の誠なる使い方は神々への信仰と栄光のためだ。内なる魂と外なる行動が調和した場合のみ声を真に連達できる。キナレスの領域たる空を思い、そして声の技を通して調和を我らは得ようと励んでいる。ドラゴンボーンは全ての法に対する例外だ。竜の血脈そのものが神からの恩恵なのだ。恩恵を一つ受け入れたならどうしてもう一方を拒めようか。お前はドラゴンボーンとして赤と朱からシャウトの力を授かったのだ。だから我々は本来上妙のものを縛る法を超えるお前が授かりし恩恵を正しく扱える方法について導こうとしているのだ。ドラゴンは声について学び、それを放出するうちのジオミを我々、そしてドラゴンボーンは危機の時代に神々より使う。そうだろうな。この時にドラゴンボーンが現れたのは単なる偶然ではない。ドラゴンたちの帰還とお前の運命が結びついているのは間違いないだろう。己の声を鍛えることに集中せよ。そうすれば道は次第に明らかとなるだろう。我らは始祖ウィルゲン・ウィンドコーラーの教えに基づき、ここハイフロス川で学ぶことが許されるものは、しかしドラゴンボーンであるお前の声を連達へと導くことは我らにとって名誉である。五人だ。我らのお前の声が道を開くようになれば彼と話す準備ができたと悟るだろう。声とは時の始まりに誤って使われる内なる魂とキナレスの領域たる空を思い、そして声の技を通して調和を我らは得ようと励んでいる。
戻ってきたか。無事に運び終えたのか。ずいぶん登ったろ。何にせよありがたい。ほら、何かあった時のために取っておくといい。歩き回ってもらった礼を改めて言うよ。廃墟を見ろ。中に金貨でもあるのか。
だここです。どうぞ行ってください。出発しますか？行くぞ。すぐ後ろにいる。先に行ってくれ。
バイルマイヤーにようこそ。何か用があったら知らせてくれ。ここを通る旅人は少ない。もちろんハイフロス川に行く連中は別だ。見せてくれ。信じられない。これは全部ウィンデリウスが描いた模造品だったのか。こんなにバカだったなんて信じられない。せめて彼を世話してくれたお礼くらいはさせてくれ。支払いとして受け取るのが嫌なら贈り物だと思えばいい。喉の渇きには飲み物、空腹には食べ物。また来たら飲みに寄ってくれ。